お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんに質問をしながら進んでいきます。皆さんは私と話すつもりで質問に答えながら動画をご覧ください。動画を見てインプットするだけではなく、質問に答えていただいてアウトプットしていただくと学習効果はぐっと高まると思います。それでは今回も勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回の動画は前回の続きです。前回はクロスサイトスクリプティングの格納型について一緒に勉強しました。そもそもクロスサイトスクリプティングってどんな攻撃だったのか皆さん覚えてますか？ちょっと思い出してみてください。思い出せないなという方はこちらの資料を見てみてください。こちらは IPA が公開している資料の抜粋です。クロスサイトスクリプティングに関して、 Web アプリケーションにスクリプトを埋め込むことが可能な脆弱性がある場合、これを悪用した攻撃により利用者の〇〇で〇〇が実行されてしまう可能性がありますと書かれています。この2つのキーワードがクロスサイトスクリプティングの大きな特徴です。皆さんどんな言葉が当てはまるのか考えてみてください。正解は、利用者のブラウザ上で不正なスクリプトが実行されてしまう。これがクロスサイトスクリプティングの大きな特徴です。ではどのようにして利用者のブラウザ上で不正なスクリプトを実行させるのか見ていきましょう。クロスサイトスクリプティングは大きく2種類に分かれます。それが格納型と反射型です。前回の動画で格納型について勉強したので、今回は反射型についてお話ししていきます。では早速クロスサイトスクリプティングの反射型の事例からお話ししていきたいと思います。クロスサイトスクリプティングの反射型の事例として、 PayPal の反射型クロスサイトスクリプティングの事例を紹介したいと思います。 PayPal というのはインターネットを利用した決済サービスです。例えばインターネットショッピングをしたいときに PayPal で支払うことで、クレジットカードの情報をそのショッピングサイトに登録しなくてもお買い物ができるので、セキュリティ的に安心というメリットがあったりします。今回の事例は PayPal を利用している人に一つのメールが届くことから始まります。メールの内容は、アカウントで不審なアクセスがあったのでセキュリティの保護のためにログインしてくださいという内容です。送信元はsupport@paypal.com になっています。さらに URL も PayPal の URL なので、利用者はこのメールを信用してクリックしてしまいました。クリックするといつもの PayPal のサイトが出てきたので、ログインを試みます。 E メールとパスワードの情報を入れてログインをクリックすると、その情報が攻撃者に届けられてしまい、利用者の PayPal アカウントが乗っ取られてしまいました。これが PayPal の反射型クロスサイトスクリプティングの事例です。では今回の事例の反射型クロスサイトスクリプティングがどのようにして行われていたのか、その手法を一緒に勉強していきます。まず攻撃者が脆弱性のあるサイトを発見することからスタートします。今回の場合 PayPal でエスケープ処理がされていないことを攻撃者が発見しました。つまりスクリプトタグなどを利用して攻撃者が意図したスクリプトを実行できるということです。次に攻撃者は不正なスクリプトを含んだ URL を作って拡散します。少し話が脱線しますが、メールなどを送りつけてリンクをクリックさせることで悪意のあるサイトに誘導する攻撃のことを何というか、皆さん覚えてますか？そのような攻撃のことをフィッシングと言いますよね。つまり攻撃者はフィッシングメールを大量にばらまいたわけです。運悪く PayPal の利用者にこのメールが届いてしまいました。受信者がこのメールを信じて URL をクリックすると、
実は最初に正規のペイパルのサイトにアクセスします。なぜならここの URL のところにペイパルのサイトの URL が書いていますよね。なのでまずは正規のペイパルのサイトにアクセスすることになります。ただここからがクロスサイトスクリプティングの反射型の怖いところです。一度は正規のペイパルのサイトにアクセスするのですが、アクセスしたタイミングで利用者のブラウザは URL の中に書かれた不正なスクリプトを実行してしまいます。今回の場合はスクリプトタグの中でevil.com に行くという指示が書かれています。ちなみに本当はこんな単純な記述ではありません。今回は簡単にわかるようにこのような書き方を例にしています。利用者のウェブブラウザは URL に書かれた不正なスクリプトを実行してしまうことで、アクセスしていた正規のペイパルのサイトから evil.com にアクセスしてしまいます。このタイミングで利用者のブラウザには evil.com のサイトの情報が表示されています。 evil.com はペイパルにそっくりに作られている偽サイトです。利用者はいつも見ている画面と同じなので疑わずに自分の情報を入力してしまいます。その結果、入力した情報を攻撃者が取得して個人情報が流出するという流れです。ここまでお話しした内容を含めて IPA が公開している反射型のクロスサイトスクリプティングの資料をご覧ください。 IPA が公開している資料の場合は、攻撃者はメールではなく掲示板サイトに悪意のあるスクリプトを含む罠リンクを投稿しています。その罠リンクを利用者がクリックすることによって脆弱性のあるサイトに移動させられて、悪意のあるスクリプトが実行させられます。これがクロスサイトスクリプティングの反射型の手法です。では次にクロスサイトスクリプティングの対策について考えていきます。今回紹介したペイパルの事例の場合、どんな対策が考えられるでしょうか。まずユーザー目線で考えると、フィッシングメールの URL をクリックしてしまっていますよね。なのでフィッシングメール対策が必要です。しかしフィッシングメール対策に関しては今回のテーマクロスサイトスクリプティングとは別の話になるので、今回は割愛します。クロスサイトスクリプティングへの対策という観点だと、どこでどんな対策をすればよいでしょうか。皆さん考えてみてください。クロスサイトスクリプティングへの対策は、やはりこの脆弱性のあるサイトで対策が必要です。クロスサイトスクリプティングの対策といえば、前回の動画でもお伝えしましたが、どんな対策があったか皆さん覚えてますか。クロスサイトスクリプティングの対策といえばエスケープ処理ですよね。エスケープ処理をすることで特別な意味を持つ記号文字を別の文字に置換します。置換すると入力値としてスクリプトタグを作っていたとしても、置換後のように記号文字が別の文字に置換されるので、ウェブブラウザが勝手にスクリプトを実行することがなくなります。その結果、不正なスクリプトを実行することができないので、偽サイトに誘導されることもなくなります。クロスサイトスクリプティング対策の一つとしてエスケープ処理を行う。エスケープ処理はサーバー側で行う必要があるので、どこで行うのかも含めてしっかり覚えておきましょう。最後に、前回勉強した格納型と今回勉強した反射型の違いについて情報を整理しておきましょう。前回勉強した格納型は、例えば SNS などのサイトで利用者が自由に入力できるフィールドがある場合に利用されることが多い攻撃手法です。例えば自己紹介の欄に悪意のあるスクリプトを記述することで、そのスクリプトを脆弱性のあるサイトに格納することができます。悪意のあるスクリプトを格納したら、そのウェブページにアクセスした人のウェブブラウザが悪意のあるスクリプトを読み込んでしまい、被害が発生します。これが格納型です。ただ皆さんもご存知の通り、ウェブサイトには自己紹介のように情報を登録できるサイトと、情報を登録せずにただ見るだけのサイトがありますよね。後者の情報を登録せずに見るだけのサイトの場合は反射型を使います。反射型は
脆弱性のあるサイトを利用して不正なスクリプトを実行させますが、脆弱性のあるサイト自体に不正なスクリプトを格納することはできないので、脆弱性のあるサイトへ誘導するとともに悪意のあるスクリプトを実行するための罠を作ります。影響を受けるのは罠リンクからアクセスした人ですね。格納型と反射型の違いは最初は分かりにくいと思いますが、事例などと紐付けて覚えてみてください。格納型は前回説明したように脆弱性のあるサイトに不正なスクリプトを格納して攻撃する手法、反射型は脆弱性のあるサイトに誘導するとともに不正なスクリプトを実行させる攻撃手法です。ということで今回はクロスサイトスクリプティングの反射型について一緒に勉強しました。秋試験合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年8月のスケジュールです。秋試験に向けた勉強会だけではなく様々なオフ会も開催しています。勉強仲間を作りたいと思っている方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。